今日,今日の夕方にですねあの有吉の番組で紹介されたらしいんですね「えー、有吉さんニュースです」という番組でですねなんか、あのー もうあのこれあのツイッターから拾ってきたんですけどもテレビ画画面面を直接撮影した画面らしたらいです。でまあ、こういうのは著作権的にどうなんだろうというのはあるんですけどそもそもなんか僕の著作をあの紹介するのにあの僕の方にですね確認も取ってないので,です、ね、こんなもんお互い様だと思うんで、まあ、まあちょっと、えー、一応画面撮影ですねテレビで画面撮影のやつをまあ載せてるんですけども「えー、タイムマシン3号の関君がです、ね、あの有吉に対してです、ねまあ、こういうニュースがあります」ということでいろんな説をしてす。 紹介すするっていうそうそですよね。まあ、以前にあであれば「明石家さんま」とかダウンタウンがそれを聞いててそれに対して答えるっていう風な役をですね、有吉がやってるというまあ、そういう番組らしいですので、えー、この中でですね登録者62万人のあそうなんですね62万人のですね のどこだろうななんか社会学者とか書いてあるんですね。えー、社会学者とか書いてるんですけど、社会学者と紹介されたらしいんですけども、そりゃね、無茶だと思いますよね。多分テレビ局も誰かを紹介するときに肩書きっていうのを絶対必要としてるんで、 でよくテレビあの、僕、出る時は聞かれて、オタキングって答えて、書いてくださいって言うんですよねあ。つまり、自分が名乗ったもので何でも構いませんよって言われたら、ただ僕は必ずオタキングって答えるんですけども、そうすると向こうは困り果てて、何々でダメですかとか、アニメ評論がダメですかとか聞いてくるんですよ。だったら最初からね、なんか、あの、何でもいいですって言わなきゃいいのに、向こうはもう、あらかじめ決めた枠があって、そこにはめ込もうとして、もうそのテロップで用意してる場合、それは多いのでですね、今更テロップ 直すのも金も手間もかかるということで、まあ、そ,うそういえばしょうがないなと思ってあのアニメ評論家で出る時もあればあのオタク評論家で出ることもあれば社会学者とこんなふうに書かれることもあるんですけども大体そういう時ので、ね、後で非難されるのは僕の側でですねツイッターとかで「岡田司夫が社会学者を名乗りになったらおしまいだ」とか「抗議すべきだ」って言うんですけどそういう抗議は番組のプロデューサーかディレクターにしてほしいと。 実は出演者は全く思い通りにならないんですよ。思い通りにならないどころか、向こうの過程で、この辺が、まあ、その、キングオブの西野君にしてもですね、ユーチューバーのですね、まあ、実力ある人がテレビに出ない理由ですよね。まあ、出ても何にもいいことがないというのは、こういうことなんですよ。テレビ側の駒として使われてしまって、で、それに対して何の抵抗もできないとか、まあ、抵抗というのは出ないことぐらいしかないんですけどね。 ちょっとはね、見やすい形になってると思いますのであのすいませんけどちょっとぐらい一回あの見てやってくださいよろしくお願いします。